令和5年7月7日 The Q&A メンバー限定ライブです。はい、さあそれでは行ってみましょう。はい、まずはこちらの折口辰徳さんのツイッターからです。本日は米国の独立記念日にあたり米国大使館大使公邸に赴いて、先の LGBT 法案制定に対するエマニュエル大使の露骨な内政干渉に対する抗議活動を行いました。凱旋の後大使への抗議文を大使館と公邸に持参いたしましたが受け取っていただけませんでした。国民の怒りの声を伝えるまで続けます。暑い中多くの方に集まっていただいた。この次のツイッターに行きましょう。本日の抗議文は国会地方議員13名、言論人33名計46名の賛同を賜りました。以下に国語と英文賛同者一覧動画のリンクを、掲げます。英文は国語原文に基づき賛同者の山岡哲秀先生に寄贈していただきました。心より感謝申し上げます。はい、ということ で、ね、これ折本さんって三枝さんの後輩なんじゃないかな。あ、そうなんですか。うん、というのは大学がね、大学ね、はい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 、で、僕に連絡がありまして、いろいろこれ LGBT 書いてるじゃないですか。でそれを見ましたと。でついてはこのエマニュエル大使にその抗議する、その地方議員とかね、一人国会議員もいるんだけど地方議員で集まって、抗議したいと言うんですよ。なんで、あ、じゃあでそれで文章も書いたと、でこう書きましたと。でご賛同いただけませんかというので、なるほど、よく書けてる。で英語はって、書いてます。エマニュエル大使に抗議文出すのに日本語で出すわけにいかないよねって言って、で急遽ですね、ちょっと構成変えて、英訳して、欧米人が読んで理解しやすいものにして、お渡ししたんですね。でそしたら実際にですね、どうするのかなと思ったら、僕はこの今行けなかったんですけども、すっげえ結構武闘派でこれ写真から見ても分かるように、動画もあるんだけど、もう大使館の前まで行ってマイク持って、もう今日は7月7日あの4日でアメリカの独立記念日であります、この日はアメリカが宗主国のイギリスから独立した日でありますが、我々日本もこのアメリカという国の戦力から独立したいと、そういう思いを込めて今日私はここに手紙を持って参りましたみたいな、そんな感じ。すごいな。それで後ろから取り押さえられて、なんか前にね行き過ぎてね、なんか結構警察が出てきて、警備員じゃなくて警察が出てきてね、完全に公安対象者みたいな。早稲田の郵便会の幹事長だったそうで、なんでね、ここまでやるのかと。僕もエマニュエル総督に、書きましたけども、それを雑誌に載せて、で編集者からそれを、大使館に送るというやり方してるわけなんですね。かなり穏当なやり方してるんですけど、まさかねここまで乗り込んで、ほとんどなんか特攻みたいにしていくとはね。でね、さらにこういうね続編があってですね、この11番、7月4日は大使館でエマニュエル大使宛ての抗議文を受け取ってもらえなかったので、昨日大使館に抗議文を特定記録郵便で発送し、本日10時21分届け済みとの確認が取れました。また昨日以下のメディアに抗議行動をプレスリリースしました。産経新聞に、こちらのね、あるわけなんですよね。すげえなっていうか、こんな戦うここまでやったら、ね、相手も出てこれなくなっちゃってだからこれ職員もですね、なんか警備員につないでもらって、職員に本当出てきてもらって渡そうと思ったらしいんですけど、向こうなんかも出てこなくなっちゃって渡せなくなってしまったんで、郵送したということでね、かつこのプレスリリースもしたということでね、これ動画がありますけどね、もうかなりもう武闘派なんだなと。もう行動する保守系議員っていうのは少ないですから。そうやっぱり貴重な存在ですよ ね。で県議会議員でね、ここまでやるという。あ、そう、どこか県会議員なんですか。千葉の県議会。近くですね。すごい、
そうなんですよ。だからびっくりしました。まあだからそのレター渡したまでよかったんだけど、その後見て、ここまでやったのと思ってびっくりしました。はい。そうだったらここにねあるよね。福井にも行ってほしいですね。ここ。あ、それ、ね、それ、ね、それ、ね、何それ、ね、それ何紹介して？いやこれねここにね、目指しにある国賊稲田を追放する変態法案に死に物売りっていうことで、これね、すごいですよ。北陸政界、北陸政界、さあもうね、バシバシ書いてますね。ちょっと平井さん、マイク、あ、ごめんなさい、先生、マイク落ちちゃった、ごめんなさい。ちょっとその北陸政界、あの視聴者の皆さん見えるようにちょっと、はい、めくりましょうか。ちょっとお願いします。何ページか、マイクの先が、あ、これか、はい、極左党を組んで変態法案に死に物狂いということでですね、そこの見出しから入ってですね、まあ、見出しから言うと左翼活動家への華麗ならざる転身ということで、女と騒ぎ出すと、書いてますね。それからですね、LGBT は票になると北総 M と、大恩人安倍との約束を保護、福井など眼中にない出稼ぎ政治屋というふうに書いてます。すごいですね。東京や大阪に嫌というほど土地建物を保有している不動産女王であることは有名だが、たまたま福井1区で当選したから選挙に落ちないように仕方なく立ち寄るだけというようなことを書いてまして、やっぱ地元の人のあれですよね、見方なんでしょうね。あと、こうしたことや今や県内での稲田離れは著しく、 LGBT など無縁なところでこの女はいよいよダメだとの声が地響き的に起きていると。で、稲田朋美を福井から追放できるのは我々県民だけであるということをですね、まあこういう感じで書いてますね。すごい記事ですね、これね。地響き的にですね。まあ、あのこれね、あのぜひあの福井、あの皆さん、北陸の皆さん、これね、北陸で売ってますんで、福井で売ってますんで、ぜひ買って読んでいただくと、まあ、あのこの内容がよく伝わると思います。すげえ怒りですね。すごい怒りですこれね。やっぱこれあの福井のその なんていうんですか、福井のこの文字通りな福井の政界に関わることをいっぱい書いてますよね。誰がどうなったとかね。だからそれだけに多分地元に根ざして発行してるんでしょうから、まあ、あの地元の反応なんかもあのこの記事に書いてある通りなのかもしれないですね。まあ、一番大事にしなきゃいけないところで、実際問題その講演会とかがバラバラになりそうだということで、安倍さんのに懇願してね、助けてもらったという経緯があったということですよね。そうですね、まあやっぱり、なんていうんでしょう、この記事の通りであるならばと言っておきますけどね、やっぱ人の道を外すとね、やっぱり周りの人からの反発というのは強いものがあると思います。いや本当にそうですよね。いまだにね、この件で、僕も当然この批判的な論陣張ってるんだけれども、その来る 反論の中にね、いやこれには8年間かけたんですとかっていうのあるんですけど、ありますね。いや8年間かけて、逆に言えば8年間かけてこれっていう、うん、8年間かけてこれっていう、だから8年かけようと10年かけようと30年かけようと、そこにあるものがダメだったらダメでしょう。そうですね、その通りです、でね、先週の Q&A でもお示ししたように、米国は 国が2つに割れるじゃないですか。だから8年かけようと何であろうと、あるいはね、その8年間の間にもっと過激なね、ことを言ってくる極左の活動家とも戦って頑張ってここまで持ってきたんだっていうふうに一生懸命肯定していらっしゃる方がいるんだけれども、はい、しかし、まあ今言ったように8年とか10年とはそれは問題ではない、今何ができたかということ、それから、まあ、極左に抵抗したそうですかと、しかし何度も言うようにこの理念法という漠然としたものでね、それに基づいて具体的な施策が、これまた漠然としていると、これはまあなされていくという、その立て付け自体に問題があるということを言ってるわけですよ、でそしてそのジェンダーアイデンティティという言葉を入れちゃったらね、それはもちろん性自認ですから、
うん、それは性同一性だって言い張る人いたけど、それはだからそれは朝ごはんかブレックファーストか朝食かの違い、うんうん、言葉の違いであって、それ性自認でしょ、うん、それに対する不当な差別は許されないって書いてあるんですからね、そう、うん、そう立て付けになってるんだから、それはダメだって、その根本的な、ね、問題点があるからダメでしょと。そうですね、うん、この法案はなんか、ね、あのLGBT の方たちとそうでない方たちの共生を目的にしたものだから、うんうんうん、だから私たちが意図するようなそういう危険な法案ではないんだっていうふうに言ってくる方がやっぱツイッターなんかでもすごく多くって、うんうんで 12条にそういうのが規定されてるんですよっていうふうに主張されるんだけど、でも今現実に起こってる問題は、じゃあもうトイレはもう、うん、女性のトイレが各公園からなくなっている、おかしいでしょあれ、で学校教育の中で小さい子にね、うん、あのうん、5歳くらいからもう性教育を教えようと、包括的性教育ですね、仕事しているっていう、うん、そういう今起こってる現実をどうして無視できるのかっていうところが不思議なんですよね。本当不思議なんだよな。だからですね、今度の Q&A で取り上げますけど、今はね途中なんであるけど、うん、ちょっとネタバレをするとですね、アメリカで今そういった過激な本が次々と発行禁止になって、でどこの州でどういった類のがなってるか、これは近々皆さんにご報告をします。全部データは入ってます、うん、はい、あ、それは楽しみです。いや、ね、あの本当にね、あの LGBT 当事者のことを考えるならばですよ、うん、本当にじゃあ何に困ってるのかっていうところをきちんとピンポイントで押さえていって、それに個別法改正なり、あるいはまあ立法なりで対処すると、うんうん、であとは普通、うん、そういうアプローチすべきだと、まあ、僕はずっと言ってるわけでね、うん、はい、決して差別しようってじゃないですよ、じゃないですよ、アプローチが違うでしょってことを言ってるわけですよね、はい、それでですね、今度はじゃあ、はい、入って今度はフランスですね、はい、はい、フランスでは暴動が起き、川口市ではクルド人が暴れています、一体どうなっているんでしょうかという大阪府の S さんからのご質問、さやぐささんのツイッターです。フランス暴動と略奪やまず、10代の移民層の反乱、社会の分断浮き彫りというニュースを取り上げ、おそらくは親は仕事もなくフランス語も介さず貧困の極みにあって社会は分断する一方、移民を入れるだけ入れてあとは知りませんというのら、マクロンたち移民受け入れ派のの受け入れ派の、マクロンたち、あ、分かった、った。マクロン、次のマクロンたち移民受け入れ派の家で1ヶ月も同居すれば大変さが万分の1でも分かるよと、はい、美辞麗句に、踊りやすくて無責任だから左派はダメなんだ、うん、ということなんですが、西部佐先生、日本も実はあのこれに似たようなことがですね以前にあったんですよ、うん、要はあの中国残留孤児と言われた方たちの2世3世の方がいらっしゃいましたよね。私が警視庁に行った時に、一番その私警視庁の少年事件課というところを持ってたんですけど、一番の喫緊の課題はそのグループたちが不良化してしまって、もうヤクザも恐れないと、ヤクザを人事不正にしてもうめっためたに叩きのめしたっていう事件がありましたね。でその方のその時のリーダーの本をやっぱり買って読んだんですけど、やっぱりもうほとんど 親御さんと一緒に来てるわけですね、2世の方だから、じゃあ親御さんは基本的に中国人だったりとか、まあ、その人の場合は奥さんが、お母さんが日本人の残留孤児で、お父さんは中国人だったわけです。結局来ても言語が全然分かんない、で都営住宅かなんかのなんか公営住宅をあてがわれてはもらったので、まあ、最低限の生活は最初はできたけれども、やっぱ親父さんもその就職できないと、うん、って言って、どん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 、それでまあ学校行くうちにやっぱりあの着ているものがどうしたとこうしたっていじめられると、うん、で結局彼ら同士でコミュニティを作って、そういうギャング暴走族みたいなのが出来上がってしまうっていうところに一回日本も失敗してるわけですよね。あの場合はもうまさにこうあの呼んでくることに、まあ、一応の正当性はあったんですけど、それであと関係ない人たちがね、うちもそうだうちもそうだって言って、どっから本物で どっから偽物か分かんなくなっちゃうみたいなこともありましたしね、こういろんなさまざまな問題があって失敗してるわけですよ。でこの事件が起きる前にも逆にクルド人 の施設のところに行ってフランス人が銃乱射して殺人害する事件があったりとか、もう結局お互いやりっこして、それで
どん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 分断が深まる一方なので、それはもうもちろんいいですよ、共生した方が、コスモポリタニズムの方が聞こえはいいですけれども、うん、じゃあ自分のところで受け入れて、あとそれ責任持てんのかと、いやもう貧困層が増えたけど俺知らないっていうんじゃ、そっちの方がむしろ非人道的じゃないですかね、うん、という趣旨でツイートした次第です、うん、はい、まあそうですね、はい、まあ、だからその全部そのツケが回ってくると、うん、いうことなんですよね、うんうん、でそういうこう周りからどん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 人を入れていく、おっしゃるとどんどん貧困化していく、はい、でもそれも放置というね、徒党を組むようになり、うん、それがギャング化して、うん、はい、それもアメリカなんかでもそうですもんね。そうですね。それでね、またね、各メディアがね、あれなんですよ、世代間格差とか言ってこう問題すり替えてですね、うん、読売新聞と産経新聞は要は移民2世3世の人たち その貧困が背景にあるって書いてるんですけど、うん、テレビ局がもう一切触れない世代間格差とか、世代間格差って言ったら問題の本質隠れちゃいますからね。本当ですね。この間朝日がなんかいやこれは移民が悪いんじゃない、移民の2世と3世の不満がとか言って、いやそれ一緒じゃんねっていう、そうですよ、言ってるのよくわかんないですけどみたいな、そんな記事もあったりとかして、ただ暴れ方見てるとちょっとBLM とかね、アンティファをちょっと想起させるという、非常に何かこう組織化されてるのか、組織されてるね、感じますね。で背後に何か大きな資金が動いてるんじゃないかみたいな印象を受けることは事実なんですよね、うんうん、だからこれ飯山あかりさんが面白いこと言ってたのね、ネットでね、はい、結局彼らが移民してきた人たちはイスラム教徒なんで、イスラム教徒の価値観から言うと、うん、イスラム原理主義の国を打ち立てることがイスラム教徒の、うん、目標なんだって言ってましたね。だからその観点から見るとどうも結局イスラムの夢みたいなものが背景にあるんじゃないの、うん、というような、そういう意味のことをおっしゃってたと思いますね。まあ、17番、これ飯山あかりさんのツイッターですけどね、はい、朝日も毎日と同様、日頃盛んにクルド人がかわいそうだ、入管はひどいと報じているのに、そのクルド人が大乱闘を起こして逮捕されると、外国人とかトルコ国籍の男とか書いてごまかす、都合の悪い事実は隠蔽して印象操作に明け暮れるわけだから、信頼なんて失われて当然だわな、うん、これなんで事実を事実しか書かないんですかね。これは半分はこれちょっと埼玉県警にも言いたいんですけど、うん、半分はこれグルですよ、警察も、うん、あ、そうなんですか。それはそうですよ、広報文にトルコ国籍って書いてあるんですよ。あ、そうするとだけど川口にクルド人の方が多いっていうのは、うん、埼玉の記者だったら知ってるはずなわけですよ、うん、だからそこで当然トルコ国籍って書いてあったら、まあ、彼ら国持ってないわけだから、うん、トルコ国籍、これ当然クルド人ですよねっていうのは、それは口頭で聞くわけですよ、うん、だからそこは聞かれれば答えるはずなので、うん、それをあえてやっぱりこうスルーしてるわけですよね、うん、記者たちが。で警察もまあそこはもうあんまり深くあれしたくないなみたいなところがあるんじゃないかなと、うんうん、あ、それがこのツイートですね、はい、嘘ではないんですよ確かに、うんうんうん、なるほど。いやでも確かに考えられますよね、川口の市長もものすっごいリベラルの市長でなんかわざわざね、そのなんか市で通訳を 何十人も雇って中、まあ、中国人向けの通訳を雇ったりとかして、いろんなね社会保障の申請とかそういうものに当ててたりとか、なんか多文化共生をねすごい打ち出してる方なので、うん、なんかちょっとそういえばあれですよ、そのお話聞いててふと、僕は詳しくないんであれですけど、なんか税金由来のお金がクルド人に払われてるから、それをめがけて集まってきてるっていうようなことをちょっと聞きましたけどね、うんうん、なんたら手当とかね、うん、うん、まあ、その多文化共生というのは本当に気をつけないと失敗する、まあ、失敗例が非常に多いわけですし、まあ、佐々木さんが、ね、おっしゃるように、それ自分たちがやりたくないことを押し付け型の多文化共生、それ多文化共生って言わないですよ、それは、うん、そうでしょ、はい、うん、そういう、こうチープレイバーの輸入でしょ、それは。で今日本も技能実習生とかっていう言葉でごまかしてやってるでしょ、まあ、でそれは多文化共生じゃないんですよ、うん、そうですね、それはただ単に低賃金労働者を入れてるだけです、うんうん、それは必ず失敗するんですよ、こういうふうにね。そうですよ、うん、
だからちゃんとね、日本人が集まるような人が足りないって言うけど、給料が安いから来ないだけであって、ちゃんと日本人が集まるような給料を払えば集まるはずなんですよ。そうですね、はい、うん、でそれが払わないような会社ははっきり言いますけど、退場すればいいんです。退場というのはつまり倒産してなくなればいいんです、はっきり言って。それがね、無理やり倒産を増やせなさせたくないとかね、変な思惑が働いて、で安いや、なんていうのかな、じゃあこの単価で働いてくれないから海外から手っ取り早く集めようでしょ、うん、これじゃ全然日本の非常に良くないです。で、企業としてフランスと一緒になっちゃうけど、うん、ね、うんうん、だから一見だから企業にとってはそれ、ね、人件費安くなるからいいことに見えますけど、彼らがやっぱり脱走しちゃったら、それ脱走してまたコミュニティ作っちゃったら同じことになっちゃうわけです。財界とかが結局そういう線で押してくるでしょ、うんうん、だってコンビニだってチェーンで巨大な会社ですから、うん、大元は、うん、そういうところがその財界ルートから政界に圧力かけてくるでしょ、うん、でそれに恐れちゃうと、うん、でもいつも話してる経済安全保障だとか、まあ、経済に限らず全体の安全保障だとか総合的に考えてみれたら、そういうやり方自体がおかしいんで、うん、産業構造そのものを変えていこうと、そうですね、いうことをやんなきゃ、それは政治家の役割ですね。そもそもコンビニの店員さんの時給なり、まあ、雇用状態が良ければ、うん、日本人だって働いているはずだし、それで家が長期的に働けば家が建つというふうに分かれば、うん、働く人は もっと増えますよね、うん、だってさ、今だってもね、日本人が例えばオーストラリアに行ってアルバイトした方がはるかに高い収入を得られるって、もうそうなんです。友達のネイリストが、オーストラリアに行って、1週間で20万ですって、うん、給料で、それで土日とかも働いたりするとね、うんうん、働いたりすると、そうすると月額、ね、80万、うん、そういう時代になっちゃってるんですね、うん、はい、ちょっと僕も来週からワーキングホリデー行ってきます私もお供していいですか？じゃあ2人ワーキングホリデー行ってきます、ね、私もワーホリに行ってきます、はいはい、ワーホリ行ってきます、はい、というわけで、じゃあ次、これ中国関連なんですけどね、19番いってみましょう。はい、王毅氏、台湾有事は日本有事で、有事はデタラメ、河野氏と会談、日本を批判という記事を引用し、台湾有事は日本有事はデタラメと言われたら、1、台湾問題は平和的解決が前提だ、2、中国は海上封鎖をしてシーレーンを遮断したり、沖縄の離島に攻撃を仕掛けないと約束できるかと言い返すチャンスだ、反論できない人間は中国でも尊敬されない、百害あって一利なしだ、はい、これは僕の持論なんですが、特に中国とか韓国もそうですけども、よく暴言吐くじゃないですか、こういうふうにね、まあ、戦狼外交というのか何なのか、うん、一方的に言ってくるじゃないですか。でそれ逆にチャンスなんですね、うんうん、相手が無分別に暴言吐いてきた時って逆にチャンスで、日頃だってこっちから吹っかけられないし、なかなか、でも相手が吹っかけてきた時ってのチャンスで、それを利用してですね、相手がいや台湾有事は日本有事はデタラメだと、これだからもう安倍さんのことは気に食わなくてしょうがなかったわけですね、この観点ね、で言われたら、いやデタラメだと言うんだったら、そもそも台湾の問題で武力行使を辞さないと言うべきではない、うん、平和的な解決が前提のはずであると、それからもし中国が台湾をめぐって、海上封鎖を行ってですね、シーレーンを遮断するようなことがあれば、それは当然日本にとって有事なのは当たり前であり、まして沖縄の離島を占領するとか攻撃するとかということが万が一あれば、それは実質的な攻撃であると、そういうことはしないと約束できるんですか、うん、言い返すべきなんです。それチャンス与えてくれてるんだから、うん、現地取るべきですよ。そう、そこでポンって言い返すチャンスなんですよ、うん、こっちからいきなりね行って喧嘩するんじゃなくて、相手わざわざそういうふうにやってきたら、それをうまく風車の論理で返すというのが本来、まあ、外務大臣などがやるべきことであって、ここでですね、例えば河野陽平さんの方ですとかね、河野さん、いや日本の経済界は政治化することを望んでいないとか、それとかなんつうか、デニタマ、デニタマはなんか、いや友好を求め、頻繁に尖閣諸島に侵入されて毎日ね、いい状況で、いや友好を深めていきたいと思いますと、ね、もうそんなのもう、ま、独自外交なんかできるわけもないし、もう百害あって一利なし、そうですね、と思います。そういうこと